高知の虫食い岩高家の虫食い岩高家の虫食い岩は、和歌山県東室郡小座川町池の山、和歌山県道227号田原小座線沿いに位置する祈願であり、国の天然記念物に指定されている。西面が文字通り虫食い状になった、この大岩は、全高約60メートルで、風化を受けやすい部分が侵食された穴が無数に開いている。これらの穴は、 直径約10センチメートルで、深さ4から5センチメートルぐらいものが多いが、1メートル以上のものも見られる。高知の虫食岩は、およそ1500万年から1400万年前に、起こった流門岩質マグマの噴出により、地下の稼働として形成された、東西約22キロメートルに伸びる小座川湖上岩脈の一部であり、流門岩質業海岸が風化したものである。 虫食い状の風化の生因としては、岩の表面から蒸発する水に含まれた石膏など、塩類の微結晶が成長して、岩面が破壊されるためとされるが、火山ガスが抜けた後と言われるなど小説ある。この高い家の虫食い岩と同じように形成された、奇岩として、小沢川長月の背には、侵食された岩の模様が、ボタンの花のように見えることから名付けられた、ボタン岩があり、また、 東室郡那智勝浦町、国道42号の浦上湾沿いには、同様に、浦上の虫食い岩がある。高知の虫食い岩には、耳の疾患に対して、穴の開いた小石に糸を通して、がんをかけると併憂するという信仰がある。また、魔物が、小座川の一枚岩を食べようとした時に、犬が襲いかかったことで逃げ去ったという、守り犬の伝説によると、一枚岩の東に位置する、 高池の虫食い岩は、現在の大事町となる小佐川古城岩脈の東端に住んでいた魔物が大好きな岩を東側から食べていった際の跡と言われる。ありがとうございます。